はい、青い民事警察です。あ、すいません、小林と申しますけども、はい、あのメールが来てまして、民事裁判事前予告というのが来てるんですが、そうしましたら担当者をつなぎいたしますね。担当者の氏名をお伺いしてもよろしいですか。担当はね、うちのって書いてたけど、あ、申し訳ございません、外出中でして、確認の上、折り返しのご連絡もよろしいでしょうか。はい、はい、そうしましたら、お名前とご連絡先をお伺いしてよろしいですか。小林茂と申します。小林茂さん、はい、ご連絡先の電話番号お願いいたします。080、そしたら、うちの方に確認を取りまして、ご連絡差し上げるようにいたします。担当携帯の方からご直接ご連絡差し上げる場合もございますので、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。青い民事事務局のうちですが、あ、はいはいはい。前、メールの件でご連絡いただいていたと思うんですが、はい。はい。どういったお問い合わせだったでしょうか。はい。お問い合わせいただいていたと思うんですが、はい、これどういうことかなと思いまして、民事裁判事前告知というメールが来てるんですが、はい、こちら表題にも書かさせていただいたんですが、はい、事前告知ということで、裁判所からですね、はい、訴状発送前の事前通知という形になりますが、はい、はい、でこのままお持ちいただければ書面の方と出されると思いますので、そちらご確認の上対応の方を取っていただけたらと思います。どちらの裁判所ですか。東京地裁下院裁判所ですね。小林茂様ですよね。はいはい。これ本当にこの訴訟番号平成25年和の第2855っていうのが、これが訴状の受付番号ですか。そうですね。この被告人が私ですか。そうです。間違いない。はい、ほう。じゃあもう訴状が出たということは、あ、受理されたってことはもう裁判になるってことですか。そうですね。でもまだ自宅の方には何も来ておりませんが、今後そちら到着前の事前通知になってますんで、こちら、いや到着前というか訴状出されたんだったら、これ電子メールで来るっておかしいよね。郵便で来るはずだから。そうですね、特別送達って形で届かれると思いますんで、事前通知なんで。事前通知なんてそんなものはないんだけどな。まあ、お待ちいただければ、確認取れると思いますんで。待ってても来ないの。誰に出したんですか。はい、まあお話わからないので結構ですよ。いやいや、私ね、小林茂という名前じゃないんで。あれ、バカ野郎。あら、ダメだ。